ブラックレーベルトラベルモンスターフィッシュカスタム2機種はですね、かなり強烈なすごい5ピースマルチロッドになってます。前回ですね、このロッドの開封をする前にブラックレーベルトラベルについて解説させていただきました。今回はその開封動画です。しかしですね、そのものがないのはですね、一旦開封動画を撮影したんですけれども、音声が全く入っておりませんでした。なので今もう一度撮り直しているんですけれども、開封してしまったので開封シーンは音声のないやつ、ないものでお届けして、開封したところから再度撮り直しで説明したいと思います。はい、開封してしまったんでね、もうこの状態になっておりますが、ブラックレーベルトラベルモンスターフィッシュカスタム、この2機種が追加されました。モンスターフィッシュカスタムという2機種が追加されたんですけど、冒頭でもお伝えしましたが、かなり強烈なすごい5ピースマルチロッドであると思います。はい、このブラックレーベルトラベルがね、どんなところがすごいのかと言いますと、このマルチロッドでありながら世界の怪魚にも対応できるロッドとなっているところなんですね。そしてですね、琵琶湖なんかではジャイアントベイト、そういった非常にヘビーウェイトなルアーにも非常に向いています。それでありながら、前回の動画でもお伝えした通り、ブラックレーベルトラベルの特徴であるいろいろなルアーが使えるという特徴も持っています。そんなところがね、このロッドのすごいところなんですけれども、実際に僕がですねジャイアントベイトをキャストしているシーンなどは、ダイワのアルティメットバス対話の中でね、実際に実調シーンとして紹介していますので、そちらの方をねチェックしていただきたいと思います。そちらをねご覧いただければ、このロッドがジャイアントベイトにどんな風に向いているのかというところをねしっかり解説しています。またその動画内ではロッド開発の、ね、方もね一緒に同線してロッドの説明も詳しくしてくれてますので、そちらの方ぜひご覧いただければと思います。まあ、ブラックレーベルトラベルの、ね、中に追加されたこのモンスターフィッシュカスタムという2本のロッドなんですけれども、番手の方をね少し紹介したいと思います。こちらのこのケースの方にもね書かれているんですけれども、1本が C61XXH っていう竿ですね。でもう1本が C64XH っていう竿なんですけれども、まあ61のダブルエクストラヘビーのロッドと64のエキストラヘビーのロッドです。それでいて5ピースですね。で SB ってついてるのはスイムベイト&ビッグベイト用ですよということで SB というね品番が付けられてます。でこの61の WX の方なんですけど、マックスウェイトが10オンス 280g なのに対して C64 の方はですね2分の1から6オンスという表記になってます。でここでですね、注目するのはですね、61の長さで WX のヘビーのロッドで、64で XH っていうところですね。短くて硬い竿とちょっと長くて WX よりは柔らかい XH になっているロッドというところで、この違いがですね非常によくできているなと思います。パワーはあるけど短くしているっていうところと、長くしているけどパワーを抑えているっていうところで、この2本のロッド差がですね、自重が調べたらね 3g しかないですね。 C61 の方が 145g、 C の64が自重が 142g と、これねかなりパワー差あるにもかかわらず自重が 3g しかないっていうのは、非常にこの2本のロッドを使った時にもうこの差を感じずに、ね、使えると思うので、それもねすごくいいなと思いました。で逆に言うと、どっちか1本選んだとしても非常にね軽い、結構ねこういう、まあ、モンスター系っていうかね怪魚系の竿とかジャイアントベイトを扱うようなロッドっていうのはねすごく重いイメージあるんですけれど、その点はねかなり解消されて非常に扱いやすいロッドになっていると思います。5ピースロッドっていうねこともあるので、どんな感じなのかねちょっと組んでみますね。この C61XXH の方をね組んでいってみたいと思います。ケースになっているので、このケースの中に独立して一本一本が収納されています。ケースもねしっかりクッションが効いているような感じになっているんで、保管とかね移動もね結構安心感あると思います。
これね、いくつかの機種を同時にね準備してると、この2セットだったら5本と5本で10本になるし、3セット持ってるとこうついでない状態で15本になってしまうので、どれがどれだか分かんなくなってしまう恐れがあるんですけれども、その点に関してはね、ロッドのこの部分に番手が表記されているので、その点はね、もしぐちゃぐちゃになっちゃったとしても、パッとね、ここを見ればどのロッドか分かるので、ご安心ください。あと、つなぐときはですね、この竿先の方からつないでいった方がいいと思います。私のね、チャンネル内で以前にブラックレーベルトラベルを紹介した動画があるんですけど、そこではね、グリップの方から僕つないでっているんですけれども、竿の先の方からつないでいく方が、ロッドがどうしても先の方が細いので、細い方から太い方へつないでいく方が効率的なので、方法としては竿先からグリップにつないでいくっていうのが正解ですね。前回の動画ではね、逆をやってました。つなぎ目はね、こういう感じです。こんな感じ。このね、5ピスロッドをこうつなぐっていう動作もね、意外といいですね。この1ピースロッドにはないね、この竿をこうつなぐっていう動作は、やっぱりね、こう、準備してる時のこの高揚感というか、釣り場の釣りをね、イメージする時間になるので、なかなかね、釣り場に行って釣りすることばっかり考えてる傾向にあったんで、こういうふうにこうじっくりこう準備していくっていうのもね、すごくいいし、またこういうコンパクトのに収まるので、忍ばせとけるので、ちょっとした時間にね、休憩時間だったり、例えばね、仕事場の手に置いといて、休憩時間にちょっと道具を触ってみたりとかね、許されるんであれば、また自分の部屋でね、こっそりこうちょっと竿を触るっていうね、楽しみ方もね、いいんじゃないかなと思います。道具はね、やっぱり思い出が詰まっていくんでね、ちょっとね、こう、空いた時間に釣り道具に触れる機会をね、与えてくれるような気がしますね。はい、こんな感じでね、61の WX ヘビーの方が釣り終えました、こんな感じなんですけどね、ここちょっと狭いんでね、しならせたりとかできないんですけど、こんな感じです。この64の XH の方も釣りでいってみますね。こっちも竿先の方から釣りでいきます。はい、こんな感じですね。グリップエンドにはスイムベイト、ビッグベイトっていうリングが書かれたリングが入ってますね。で、セパレートグリップの間にモンスターフィッシュカスタムと入ってます。グリップがこんな感じですね。リールシート、エアーセンサーのリールシート装着されています。C61 と C64 をね、こう比べてみるとですね、バット部分のところでね、かなり太さが違います。やっぱりね、ダブルエキストラヘビーとエキストラヘビーね、なんでこのぐらいバットのところで違いが出てきますね。これだけの違いがあるのに、自重、ロッド自重の差が 3g しかないっていうバランスがすごくいいと思います。短くしている分、軽くできていると思うんですけど、このね、ダブル X と、エクストラヘビーとのパワー差があるにもかかわらず、自重が 3g しか違わないっていうのはね、本当に使い分けの時に負担にならないし、逆にこれだけの自重差しかないと、どっちか1本ってなると、どっちがいいかなっていうぐらい、この取り回しがいいというか、迷うところでもあると思いますね。本当この2本あることがすごくいいかなって気がしますね。もう本当にね、このヘビーウェイトの釣りをするにあたってですけどね。で、実際にこの C64 の方ですね、この XH エキストラヘビーの方はですね、ジャイアントベイトをね、投げたりするようなロッドとしてはですね、やっぱり非常にこうマイルド感が残っているので、スイムベイトだったりね、スピナーベイトなんかもね、重いのであれば巻いていけるのかなって気がします。エキストラヘビーで64の長さがあるんで、余計にね、このマイルド差がね、この C の61と比べて出ると思うので、かなりね、この汎用性っていう意味ではこの C61 の方がおすすめかもしれないですね。違う、汎用性という意味ではこの C64 の方ですね。64の方がおすすめですね。61ってずっと言ってたから、64の XH の番手の方がマイルドになっているので、使いやすいかなって気はしますね。
ジャイアントベイトをねメインにやっていくんであれば、この61の WXH が僕はおすすめですね。これ短いんですけど飛距離すごく出せると思います。なぜかというとですね、振り抜けるんですね。本当にね、重いウェイトのものを乗せても61の長さで振り抜けてしまうので、しっかり竿に乗っけるんで、竿短くても振り抜けないような竿で振ってるよりも飛距離出せると思います。それはね、あの動画の方、台湾の方で配信している動画の方をね見ていただけると分かるんですけど、飛距離は出せるし、さらにこのキャストアキュラシー、ジャイアントベイトのキャストアキュラシーが非常に高く保てるので、本当にねそういう意味ではジャイアントベイトの超過に直結するようなことになるので、ジャイアントベイトに対してはこの C61WXH はねおすすめです。ジャイアントベイトもやりつつ、まあ通常のビッグベイト、まあ、スピナーベイトなんかもやりたいなっていう人にはこっちの C64XH の方がおすすめかなっていう気がしますね。まあこの2機種はですね、まあ例えるならですね、あの控えバッターなのに4番バッター的な存在でですね、もう本当にねふっと出てきて結果を出してくれたら持っててよかったってなると思うんで、このね、どうしてもねジャイアントベイト用のロッドをね持ち歩くのは結構煩わしくて、まあ、やるかやらないかで決めちゃってたところに、この5ピースでこのパワーのあるロッドが出てるので、本当にね忍ばしておいていざという時に出してきて結果を出すということがね可能になると思うので、まあね、まあ、バックパッカーの中にね1本入れておいて、もしそういうチャンスが来たらジャイアントベイト投げるとかね、そういう使い方もありだと思うんでね、そういう意味ではねこの進化したね5ピースのマルチロッドっていうのはいろいろなね可能性秘めてると思います。まあそういった意味でもね今回このロッド紹介したかったので、このように紹介させていただきました。まあ、気になった方はねぜひあのダイワのホームページとかね、ダイワの YouTube 動画の方で確認してもらった方がスペック等はしっかり記載されていると思いますので、そちらの方をチェックしてみてください。そういうことでですね、このブラックレーベルトラベルモンスターフィッシュカスタム2機種は強烈なスペックを持っていて、かなりすごい5ピースマルチロッドなんですっていうことでした。そんなこんなところでね、本日はおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではねこのようにねバスフィッシングに関わる動画をどんどん配信していきますのでね、チャンネル登録が本日という方はチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。それではまた、バイバイ。